西村大臣、大阪吉村知事を批判。先日、大阪の吉村知事が緊急事態宣言の延長を受け、さまざまな自粛要請の解除に向けた独自の大阪モデルを公表したことに対し、本日西村大臣が記者会見にてこのような発言をいたしました。社内から大阪が示すと、そういうふうに言われた人たちも行動で承知をしていますが、これは何か勘違いをされているんじゃないかというふうに思います。強い違和感を感じています。これは各都道府県の裁量でですね、休業要請なり、その解除なり行っていただくわけですけれども、ご自身で休業要請をされて、そしてご自身で解除されるわけですから、当然ご自身でその説明責任を果たすのは当然でありますので、大阪府として考えを示しになるのは、これはそういうことではないかというふうに思っています。何か一方でですね、とにかく都道府県の知事の権限裁量を増やしてほしいというふうに、いろんな要請主張されながらですね、その大阪府が休業要請を解除するその要件の基準は国を示してくれないからというのは、これは大きな矛盾だというふうに思います。ご自身で考え、ご自身で要請し解除されるということだというふうに思います。仕組みを勘違いされているのではないかというふうにも思います。で、国が今考えているのはですね、まさにこの緊急事態宣言の対象区域をどうするか、解除についてどういう基準で考えていくのかということはですね、これは国で先般、私の方で私の責任のもとでですね、少し指標についてお示しをしたように、今後解除出口ということが考えられますので、これはしっかりと数値基準、こういったものをお示しをしたいというふうに考えています。このようになっておりまして、こちら大阪の吉村知事がですね、大阪モデルを公表した際に、本来は国で示していただきたかったが、それが示されないということになったので、大阪としてモデルを決定したいと思うと、説明をしたことに対して、西村大臣が新型インフルエンザ等特措法を、勘違いしていると批判されておりますけども、確かにですね、この新型インフルエンザ等特措法は、政府は緊急事態宣言を出すだけで、それ以上の権限を行使することはできません。実際に休業要請を行ったり、指示をしたりするのは、都道府県の知事のですね、権限でございますので、この新型インフルエンザ等特措法を、大阪の吉村知事が、維新の吉村さんがですね、理解をされていれば、このような発言も出てこないんじゃないかと思いますが、この日本においては COVID-19 関係なしに、これまでも自治体の求めを受け、要請を受けて地方分権が進められており、政府ができることはどんどんですね、減らされているという事実がございます。この維新についてはどうもですね、この COVID-19 を政治利用している節があり、維新が作った条例や都構想を見てしまいますと、維新は国民のためというよりも自分たちの、またお仲間のためにですね、仕事をしている節もございます。こちら維新の吉村知事が、大阪の吉村知事がですね、新型インフルエンザ等特措法がどのような法令なのか理解されていなくて、このような発言をしてしまったのか、単に不勉強だったのか、もしくは COVID-19 を政治利用して維新の支持拡大につなげようと反政府で政府批判を行おうとしたのか、どちらか分かりませんけども、日本政府にはこの
大阪の吉村知事が、大阪がですね、新型インフルエンザ等特措法を正しく理解できていないということは、事実として確認されておりますので、政府として、この特措法がどういった法令なのか、大阪に対し、吉村知事に対し、しっかりと説明をし、理解していただくように、理解させていただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。